ロンの赤線つなぎ。赤線つなぎとは、ヤマレコなどの登山アプリで自ら歩いたログをつなげて後から眺めて自己満足に浸る暇を持て余した一握りの変態たちの孤高の楽しみである。こんな感じです。第8回は、立山縦走から日本海へと歩いた記録です。2泊3日で薬師岳を縦走します。1日目は折立から薬師峠まで。今日は薬師峠でテント泊をします。薬師岳縦走2日目、薬師岳、真山、越中沢岳、トンビ山を越えて五色ヶ原キャンプ場まで歩きます。
薬師岳は富山県にある標高2926メートルの山で、日本百名山の一座です。北アルプス随一と言われる長さの尾根を持ち、悠然とした立ち姿から北アルプスの貴婦人と評されています。越中沢岳は富山県富山市にある山。立山連峰の使用根状の山であり、標高は2591メートル。立山連峰の立山と薬師岳の間の尾根状にある山で、五色ヶ原の南側にあり、薬師岳や五色ヶ原に向かう登山道の途中にあります。知名度は北アルプスの山の中で非常に低く、黒部の源流に孤高を誇る山とも評されます。五色ヶ原キャンプ場でテント泊します。薬師岳縦走の3日目は五色ヶ原から室堂へと下山します。
薬師岳、立山縦走 28.1 キロ歩きました。一泊二日で照明滝から立山室堂まで歩きます。4日目は照明滝から大日小屋まで、縦走1日目です。照明滝は立山連峰を源流とする滝、その落差は350メートルで日本一です。三田ヶ原台地から一気に流れ落ち、照明川となった後に常願寺川へ注ぎ込みます。雪解け水が多く流れ込む春などには、照明滝の右側に半ノ木滝が現れて2つの滝が流れ落ちます。半ノ木滝の落差は500メートルで照明滝よりも高いですが、いつも存在している滝ではないとして日本一の落差の滝としては認められていません。大日平は隣接する三田ヶ原とともに国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されています。一帯へ行くには登山道しかなく、自動車などでは行けません。大日小屋のオーナーはギター職人で、夕食後の演奏会が名物になっています。5日目は大日岳から立山室堂へ下山します。縦走2日目です。大日連峰は飛騨山脈、立山連峰のうち首稜線から派生して尾根をなす山群、大日連山といいます。立山連峰の狩猟線上にある剣御前から西に分岐する山稜を大日尾根と呼び、その大日尾根城に連なる山々です。大日連峰の山のうち、大日岳、中大日岳、奥大日岳の3峰は合わせて大日三山と称されます。大長沢キャンプ場は立山黒部アルペンルート室堂ターミナルから徒歩約45分の人気の野営場です。近くの大長沢ヒュッテで温泉にも入れて、目の前には雄大な立山連峰を眺めながらテント泊ができます。照明滝から大日連山縦走 16.8 キロ歩きました。6日目は立山駅から照明滝まで歩きます。立山ケーブルカーは富山地方鉄道立山線との連絡駅の立山駅から室堂への連絡バスの発着する美女平駅までを結ぶ立山黒部観光のケーブルカー路線です。距離は 1.3 キロ、高低差487メートルを7分でつないでいます。
美女平駅は標高977メートルにあり、駅からは立山高原バスが三田ヶ原、室堂方面へ通じています。駅周辺には立山杉の原生林が広がっています。立山黒部アルペンルートは、立山駅から室堂、黒部ダム、扇沢を結ぶ交通路でケーブルカーやバスやロープウェイなどいろいろな乗り物でつながる山岳観光ルートです。合計所要時間は2時間程度かかります。立山駅から照明滝、12.2 キロ歩きました。7日目は有見根口駅から立山駅まで。有見根口駅から立山駅まで 8.7 キロ歩きました。8日目は有見根口駅から上滝駅まで。有見根口駅から上滝駅まで 10.5 キロ歩きました。9日目は上滝駅から浅名町駅まで。上滝駅から浅名町駅まで 9.8 キロ歩きました。
最終日の10日目は富山市内から富山湾へ、太平洋から日本海がつながります。呉羽丘陵は富山平野にある丘陵です。一般に呉羽山と呼ばれています。呉羽山は呉羽丘陵の中の標高80メートルの山の名前であり、北側の呉羽山や南側の白山を含めたものが呉羽丘陵です。岩瀬海岸は富山湾線の岩瀬浜駅から徒歩5分の海水浴場で、富山港や北前船で栄えた古い町並みが残る岩瀬地区に位置する砂浜です。富山市内から岩瀬海岸まで25キロ歩きました。ご視聴いただきありがとうございます。